大です。りょうです。ゲゲの鬼太郎妖怪大魔教をします。これ前にダンプしたらバグったやつですね。実機なのでそんなことはないと思いますが、やっていきましょう。やっていきましょう。今回通行は使わないので、ここに。どうぞ。もしかしてマイクちゃんの？はい。失敗した。これが邪魔、うん。致命的なことにならないといいのですが。マイクの位置は。よろしいでしょうか。よろしいと思います。はい。どうも。なんか、これ何？左手です。これ倒すパターンか。倒すパターン。ドクロが出てるやつは敵を倒すパターンで、あとろうそくと魂とるやつか。うん。確か。3つだけやった。多分。キタロウがどうしてる？キタロウが、今一瞬の、なんて、チカチカして、おー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 、 上とか、なんか、オーブみたいなのとか、オーブは分からんけど、笛はなんか仲間呼ぶやつ、そう、最終、ボスのところで仲間呼び出せるやつ、ね。ダンプの時はこのね、落ちるところでバグよったんやけどね。やばいやばい。おぉ。おぉ。なんでそこに戻った？こいつ上に来るからいいや。おぉ。なんかすごいですね。幼稚や幼稚や。確かこの敵の名前がタンタンボーだった気がする。汚ねえやつなんだよ。汚ねえやつ。いや、タンを飛ばしてきてね。ああ、そういうこと。タヌキのタンタンかと思った。まあ、この字で。はい、はい、あれジョーさん、うまいって言ってたのに。それは…それはタイミングですよ。なんかの動画の時に、キタロやったら負けんけどなとかね。出ない。マルヒってないや。知らん。今なんで取れてんかったの。点数だけ。なんか効果は。今攻撃されたら危なかった。2分の1やんね。お。全部入り持っていく。え、これ全部入らないと。いや、でもいける。嘘？いけるよ。でも、まあ、いく。難しい面だ。敵は？敵どこ？うん、オッケー。敵は？あれ、刀？蛇なの？だけやの名前知らんけど、キノコ？いや、知らん。これどうやってセレクト、セレクト、セレクト、うん、うわおう、多分当時オーブとか言い方ないけど、多分水晶って男の動きだよ。そうなの。きっと真っ暗や。
さっきと同じやつや。なんかもう一個来た。笛取ろうと思って、オカリナか。あれ、うん、正解ばっかり弾いてる。これ魂取るやつね。そう。この面が一番楽な気がするんだけど。だるま下しか転がないからさ。あとでもあの、もうそろそろあの、なんか、出てくるのよかった。よか。落ちた。何やったっけ？ああ！今のよけれね。一面いけれへんやけど、頑張って。はい。次はいけるような気がするんです。ほんまに？いや、たぶん絶対行かなあかんパターンや。簡易やから。いや、あの端っこちょっと開いてるとこ、無理かな。無理やろ。全部通らなあかんやろ、これ多分。ジャンプしろよ、いや、ほんまに。ネズミ男のあれって、おなら？多分。でもなんか分身みたいに見えるんけど。こいつ妖怪何かわかる？わかんない。なんか、笑顔の幽霊みたいな感じがするけど、何かわかんない。笑顔？顔笑ってるように見えへん。え？口なの？多分。何だ？ちゃんと。ダッシュってどうやるの？ない。なんで速くなってんの？さっきのあの、なんか。あれ取ったら？うん。どうなん？よし。ちょっと、無理。あ、無理やった。無理やろ？いや、もしかしたらさ。なんかいけるかもしれへんって思うやん。そうちゃん。預け払いって悪者じゃないんじゃないの？悪者されちゃってるんですよ。何？いや、なんか出たけど。今何？分からん。待っとっても出へんの。ちょっと動かんの出へん。知らんけど。早くなった。でもなんかあれやな、やりにくそうやな。すぐ全部正解やな。ラッキーやな。おお、しかも笛3つやから単体仲間呼べる。いらんけどな、最初の頃って。なんか画面上見とったらさ、塗り壁も削られてる気がする。近く。でも攻撃のために開けてくれと思った。めっちゃ装備揃っとる。でも多分な、これ貯めとかないと。なんかステージ何個かあるやん。うん。うわぁぁ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 。攻撃してけへんね、あいつ。寄ってくるだけなんや。おぉ、何もせえへん。ちょっとあんまり記憶が曖昧やから、
この状態でいけるかどうか試してみる。ポストは。そうそう。あ、やっぱり。なんかあの、水晶玉みたいなの取らなあかんのかな。ネズミ男は濡れ込んだやつ。あと横で画面にさ映ってないけどめっちゃ体動くけ俺がちょっとびっくりすんねんけど。そんなもんや。どうすあんたが体映るんや言うから今も敵対のやったから大丈夫。避けられる。反射的に避けるや。まあそうか。そんなもんでしょ。バーチャファイターで殴られたら痛っ言うやん。あと痛って言うと恥ずかしいって言ってたり。多分これだったらいけるで。お前で多分これはね。敵強くね。惜しかったのに。もう一回。あ、早っ。さっき飛んできたやん、最後なんか。あれに当たったら死ぬからね。倒してるのに。死ぬから。あ、ここ嫌い。もう残機ない。カラスだ。カラスは、あの、最後の、どっち選ぶみたいなやつで、あ、成果教えてくれるの。カラスと何やったっけ教えてくれるの。カラスと、何でしたかしら。困ってきた。はぁどうぞハイスコアが 42,502 2つか。ここもちょっとやりにくいな。そうなの。なんか3段あってさ、一番そうしたら入れるやん、うん、でキジムナが走ってくるからなほらこういうことがあんねん。ジャンプできへんかった。もう一機ある。もう一機ある。で、なんか上からさ、なんかあの、敵が、抜けちゃった。あんねや。なんかあの、なんか飛ばしてくる敵というかさ、あの、出てくるやん。あれ上からなんか降ってくるから、あ、これこれなんか個人的には一番下にほらもうやっぱりやんなええからなんか気の毒やから気の毒って言い方ないやなんか気の毒だから気の毒って言い方ないなんかさあの武器アイコンがさ、うん、髪の毛だけだったらかつらみたいにあーこれ嫌い。私は好きやな。あの、もう一個の方は嫌いだけど。あの、下に穴開いてるところがあるから、あれは嫌やけど、これは結構やりやすい。でもなんか、うまく操作できないから。あ、忘れちゃった。上のやつ表示変えようと上に取った。敵キャンもね、何も意識しなかったそれやられるわ。もうじゃこっちそんなこんなしてたらやられるで。もう一個
考えたら簡単やろ、このステージ。うん。あの、ノロノロガイコスを倒しながら。俺アホなんやねん、このシャケで。この先にネズミを取った。下手に追いつかないけど早すぎて追いつかない。もうちょっと、もうちょっと。あ、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 早いね。取れなかったやん。あ、じゃあ。あ、あ、あ、さっき量がやられてた。最初このタヌキがさ、あの、跳ねてくるからな。嫌なんですよね。これ倒しやすいね。まばたきのせいに、あの、何やったっけ、バックベアだったっけ、あの時がやりにくいね。ちょっとなんかまばたきしてなんか逃げるから、あー、もう出てたのに。あ、下に打った方がいいような気がする。なんか降ってくる時あるやん。うん、あれの時すぐやって、よく切れるの。もうすぐ、もうすぐ、笛忘れた。いいよ、もうワンプレイ。いや、やって。え、なんかもう、むっちゃ気の毒やから、ええです。いや、どれぐらいやったのか全然分からんねんけど。何個か動画出してるけど、あ、時間バラバラやから決めてやらんと。楽しみやって、いついつやっちゃった。これは置いておきたい。攻撃力が高いから。なんかボスにさ、めっちゃ有効なとこあんねん。さっきなんかすぐ、あ、もしかしたらこの水晶玉取るか3つクリアするかになんか敵のとこ入れないんだか、なんかそういうのあった気がする。これは仲間やな、うん、ダメやった。生ハゲ生ハゲはいいもんや。なんかでもいいもんが悪もんになってるよ。すごい死んだら、あの、か、あの、かわいそうやからもう一回やりなって言い返したのかな、思ったのに。もういきなり行ってみようかな、ボス。あ、ここは簡単やね。うん。練り壁が来るから。でも残機で。計算通りですよ。いや、危ない。計算通り。上ジャンプもでけんし。ここちょっと難しい。カラス。カラス。ああ、危ない。カラスはなんて言うのかな。北のさ、呼ぶときにさ、カラスに言うたら来るとかそういう設定なかったっけ。え、なんかあんねん。それちゃう、そのカラスちゃう。もういけるのちゃう。もういけるよ。先にここはいけるんじゃないです。こうやってこうですよ。すごい音がする。あ、さっきすぐ死んだあれか。敵の体力減っとったから。何回も呼べるんだ。あと8、8個。ああ。ああ。はい。じゃあラストしようか。うん。
え、あの、え、気の毒やから。じゃあ動画長くなる？あ、これ難しいとこや。難しいですよ。下に打った方がいい。あ、ちょっと。歌は出るんですけど、下に打った方がいいです。わかってる。わかってるんやけどな。ようさん上に出きょっからな。丸ひを取ってた。大変や、相手も取るの。そんなショット上から振ってくるやつ出てくる。また丸ひ出たよ。丸ひは何？あ、違った。あ、もったいない。ボス専用に置いとかない。あ、増えとれなかった。多分来ないな。ベアードさん。さん付けにしたらなんか違うものでよ。ベアードさんまし。あ、なんかうまい。当たり判定がちょっとよくわからない。うまいことあった。ネズミやったら嫌いな、なんか。あれ、しかもなんかうんこやんだけど、うんこやけど、おならでやんか、ちょっとだいぶ汚い。急に早くなるのやめて。早いんよ。そうだ。通常スピードが一番いいわ。さっき見たやつ。ほらほらほら。ほら。ああ。大丈夫大丈夫。ああ。意外とこれ、なんでこんだけ歩かされるんやろと思って。そうやね。しかも、すっごいのろのろやろ。やめてあげてほしいわ。あれ、増えとってないことになってる。取ってないよ、さっき。取ってなかったっけ。取る前に、あの、あ、そうか、消えちゃう。あ、あるんですよね、そういうの。ワープしちゃって。取るの。取る。なかなかあれ、あ、ちょっと今追ってけんかったわ、敵の攻撃。ああ、初めてボスいける。しかもでも誰もおれへんねんけど。でもこのここのボスはそんな強くないから大丈夫。ほんまに？それをかわすんだ。だって上がそこはちょっとうまいことやんねん。そこで武器変えられへんのかよ。いけたよ。やればできるやろ。あ、嫌いや。めっちゃ難しい。電車パッとしよう。意外とそんなにもんないよ。ああ、危ない。危ない。で、気品じゃなかったら手に入るかもしれん。うわ、早い。しかも、なんでちょっと向けた。あ、あんねん。あ、気をつけろ。しかもあんな厄介な敵なのに倒して向くなの高得点じゃないよ。一瞬。向くした。来た。最初あの、下駄が降ってきたからさ、降ってきたけど飛んできたから、あああ残機1。声出して笑って。じゃあ、はい。お疲れでした。ゲゲの鬼太郎でした。あー、疲れた。